は大学生になって YouTube を始めましたが、なかなか動画を見てもらえず、水溜りボンドさんに特化した YouTuber になればもっと多くの人に動画を見てもらえると思って、水溜り研究所という名前を付けました。しかし登録者数は思うように伸びず、水溜り研究所という名前にした方で逆に水溜りボンドさんに嫌われてしまうんじゃないかと何度も名前を変えようと考えました。でも一度決めたからにはこのまま続けたいと思い、どうすれば自分が本気で YouTube をやっていることが伝わるのかを考えました。そこで僕は 100km 走ろうと決心しました。言いたいことがあって、大学になって YouTube 始めてからよりもう水溜りボンドさんすげえやんって なったんですよ。あの夢、水溜りボンドさんとご飯を食うっていう風に書いたんですけど、2人の YouTube に対する考え方みたいなのを喋ってほしいなって。それでも走ってる時だけは夢に向かう
かって住んでるようで、時々目から水がこぼれるけど、それも幸せだと思えてるよ。努力をせずに夢が叶った人を、努力をしても叶わなかった人、たとえ僕は叶わない人だとしても、この足を止めはしないだろう。いつか誰もがどうなくような奇跡がこの身に起きたとしても、きっと僕だけは驚きはしないだろう。起こるべき奇跡が起きたんだ。めっちゃ疲れた。